これあれっすね、サーフライン残ってます。最近サーフライン残ってるのってあんま見んと思う。あそこ、はい、そうなん、みんなのオーバーフェンダー来るじゃん。はー、はい、こっちは畠です。こっちは今回は、はい、タコスカ。いいですね。いや綺麗だよこれは。はい、もうこれめっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗ねえ。年式だね。はい、46年。あ、昭和46年式。うん、で、あとまあこういうグリルとか、うん、まあテールとかの細かい部品のね、あの年式等は僕はよう分かりません。はい、それ気になる人は調べてください。なるほど。よくね、あの例えば48年でも46年仕様とか、はい、46年でも45年仕様とか、うんうん、まあいろいろね、まあ、自分 の好みで変えてる人が多いんで。はい、まあ、オーナーさんの好みですよね。そうやね、うん、自分が乗りたいようにやりたいようにしたらね、カーライフが一番それがいいと思うけん。ちなみに今回どういう理由で入ってきたんですか？これね、もともとこれ GT やから、もともとワンキャブなんや。まあだから吸気音が欲しい、ガボガボ、ガバガバっていうかね、あの音が欲しいっていうんで、お客さんがあのウェーバーの40を、まあ、友達と一緒にその交換したらしい。今日ちょっとだけ君エンジンが全然吹けんのじゃと。でそれからの始まりの、お仕事をさせていただきました。はい、今はね、まあ、こんな感じでいいですね。そう、でもさっきね、あのウェーバー40って言ったよね。はい、うん、だけど、まあ、今はねストレックス44。ストレックス44、うん、今はね。でなんでこうなったかっていうのが、あのウェーバー40のここにあるんやけど、ここにね、でウェーバー40ここにね、じゃあかわいいやろ。かわいいですね、確かに。ねで、こいつがついとったんやけどね、ここにね、多分中古で買ってきてあるね、あのゴミが入らないアルミテープ貼られとって。で、ここ A 波ジェットを見ていく通り道やから、はいはい、絶対そのアクセルパッと踏んだら A 波が入らんけん、ボボ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 ボっておかしくなるよね。すぐにそれを見つけて、はい、まあエンジンは吹けるしました。車種台で回したり実走行したりしたら、あの1500からね2500ぐらいまでが吹けない、前向いていかない、こうゴボつくっていう感じでね。はい、で、あ、これおかしいなと思って、まあ、ジェット量交換して、まあ、エアを変えたり、ね、メインを変えたりいろいろしたんやけど、結局ね、その多少良くはなるけど治らない。あ、というので、まあ、3番目のキャブレターを外したら、まあ、もう一回見せようか。はい、これね、まあ、ウェーバー40やから、はい、当然ここも40のね小さいやつ。はい、今ついているインテークマニホールド、はい、まあ、試しにこれやつと違うやつなんやけど、ここがこの大きさ、まあ、44-45π 用、はい、だから小さい穴から広くなっちゃう、うんうんうん、っていう風になっとったよね。それが原因じゃないんかなと、うんうん、まあ、うちらはその逆パターン、例えばね、はい、L20 の小さい、ヘッドガキのポート、はい、小さいポートにこういう44とか大きいポート、そういうパターンっていうのは段がついちゃってパン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 言うの。それは経験があった、今までうちらも。だけど逆パターン、こっちが大きくて、はい、でキャブが小さい穴っていうのは経験がなかった、うんうん、まあ、原因がちょっと分かりにくかったんやけど、おそらくそれが原因やと思う。その証拠に44に変えたらよう走る。あ、そうなんですか。そう、よう走る本当に、うん、もう全部調整も同調も、あ、取った同調ね、ウェーバーの時も良かったけどね、同調すごい。あ、そうなんですか。あ、これ同調したなー思ってね、調整がね、はい、うん、だけど、まあ走らないのじゃ意味がないので、お客さんに言って44杯持ってってもらいました。なるほど。はい、で、まあまあついで足りない部品をね、まあ、注文させてもらって、はい、はい、で、付属にいました。うん、よう走る、いいっすね。うん、これでエンジンは何 cc？ あ、もう2000 L20。 あ、 L20 ですか。もうドノーマル、もう最近では逆に珍しい L20 ですね。そうやね、うん、これ多分ねシートリングも真鍮じゃないのかな、これ。あ、そうなんですか。有塩ガソリン、有塩ガソリン時代レアですね、じゃないんかな。うーん、有塩ガソリンって今どうやって入れるの？いや、もうバルボン。バルボン、あ、バルボン出そうか。古いね。古いね。あるんですか。汚ねえけど、はい、混ぜるやつ。汚ねえ。バルボン。うん。ちょっと、綺麗にした方がいい？ちょっと待ってよ。バルボン。詳細は読んでください。シートリセッションの防止と、点火プラグの保護を目的に開発されました。だそうです。無塩のガソリンに混ぜるやつ。そう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 。ね、うん。
まあ、昔はね、有塩ガソリンやって、でそれから無塩ガソリンになって、はい、でまあ、古い車は、ね、シートリングが真鍮やから、で間にそのいたら、鉛、うんうん、でクッションがなくなってしまったために、まあ、こういうなんで、わざわざクッションにして、うん、まあ、エンジン保護、守るっていうふうに、まあ、昔ありました。もうこれ相当古いよ、これ。確かに。うん、これ使えるのかな、まだ。どうなんでしょうか。賞味期限書いてないよ。これちょっと中身見させてもらってもいいですか。あ、いいと思うよ。いいですか。うん、箱スカは初めてです。あ、本当に。じゃあちょっと僭越ながら運転席を開けらせていただきます。どうぞ。よいしょ、うん、開け方が一瞬わからなかった。やらかったな。いやー、いいわ、綺麗だな。いや、綺麗やね。めっちゃピッカピカやね。そう、すごい。GTX ね、クルクルハンドルね。うんうんうん。GTX が、まあ、俗に GT ペケが、はい、パワーウィンドウか。うんうんうん。ですね。クルクルハンドルです。独特な匂いよね。ね。昔の車の匂いがする。吊り下げ式。吊り下げ式。クーラー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 。ちょっとじゃあ、いいですか。どうぞどうぞどうぞ。はい。ちゃんとオーナーさんに許可をいただいて、撮影をしている。そうよ。これがスカイラインか。なあ、ハコスカ。ねえ。ねえ。かっこいいよね。かっこいい。でもこれクーラー、今ガスが入ってないんだって。あ、そうなんですただの飾りやん。ああ、でもなんかすごい、やっぱシートの感触がいいですね。あ、そう、やっぱね、昔のはやっぱ違うよね。ねえ、すごいな。そう、なんか、どう言ったらいいかな。すごい包まれる。うんうん。このシート。こう、周りからこうね、そう。フルバケとかとまた違うね。違うんす。あっちは硬くですけど、うん、包んでくれる。うん、うん。これあの、ふわっと。入り込むっていう意味合いかね。ね、ふわっといくっすね、うん。このシートはすごい。これまた見やすいですね。全部集中しておけば。うん。これまた何なんですか。ワイパーとかウォッシャーとか。あ、ウォッシャー、ワイパー。うん。これワイパーやね。ワイパー。うん。これウォッシャー。ウォッシャー。これ F。フォグランプ。あ、フォグランプ。うん。RD。RD。レーシングドライブ。いや、これね、前にも聞かれたんやけどね。わからんのよ。知らんのよ。なんかね、ライトをつける。うん、これはまたコメントで誰か入れてくれるでしょう。はい、うん、忘れてしまいましたが。やっぱり顔がかなりすごい。これハザードやね。あ、ハザードですね。これでも縦やったっけ、横やったイメージがあるけどね。おお、うん、ね、昔ながらのシガーが入ってる、うん、シガーがね、ここにあるし、ああ、たくさんきれいきれい、うん、ね、座んのよね。ね、座んのよな。すごいやろね。ね、最近のオーディオもついてるけど上にラジオもついてる。ねえ、ね、これがね、いいよ。もうガッサ入れてしまえば聞くんやったら。ねえ、うん、これだってつけるのも大変やし。そやね。ね、後からつけるやつ。旧車でだって乗りたくない理由っていうのが、はい、まずハンドルが重い。ああ、そうですね、うん。で、エアコンがない。うん、うちらがこんなやったらいかんだけど、タブが調子悪になったら鬱陶しい。ああ、うん。だいたいこれぐらいかな。マニュアルとか。そういうのは全然いいんやけど、はい、やっぱパワーステ、ね、あとエアコン、うん、まあ、パワーウィンドウまではいらんけん、はい、この2点ぐらいは欲しいね。ああ、うん、あったらもう全然乗るよ、はい、ありがとうございました。いやー、いいわ。もうスカイラインね、乗ることやがないですもん。まあね、なかなかね、ないです。スカイラインシリーズやね、最近。あ、そうですね。ね、あ、32じゃあ、33じゃあ、スカイライン屋さんになる。ねえ、ね、スカイライン屋さん。いや、それはいい。いやー、いい体験をさせていただきました。ちょっとかけてみる。はい。風が調整した。スコスコってね、キャブ煽って、ちょっと踏んで、一発で変わって、そのままやめとる。うん、指導性がすごくいい。びっくりした。すごいやろ。今止まるんかなって思ったんですよ。もっと待ってんの。すごい静かに。そう。で、もうちょっと抑止を持ったらね、まあ、ちょっとこう。ちょっと回転上げてね。もう、なんか。
静かなんですよ。本当はね、これらもね、抜けたいんやけどね、どうしても戻りたくて悪いけん。はいはい、すごいよ、盗聴これ。あんまついてないですね。うん、いい、すごい、すごい乗りやすい、こいつは。今が何本、600とか700ぐらい。あ、600だね、回転が。あ、そうですか。うん、で、まあ、頭ってきたら1050ぐらいまでは上がる。あはは、うん、もうそれはしゃあないよね、軽トルって今は。もっと下げたいんだね。あ、そうなんだ。うん、で、うちの社長はこの3番のキャブを1番に持って行って、はい、で、1番からこのホースをこっち持っていけっていうね。おお、もう昔やっぱそれが当たり前やったんや、はい、だけど、極力ここをもうごちゃごちゃさせたくないんでね、うんうんうん、ここからホースをこう持っていかねえかんや、はい、それが嫌やけん、もうわざとにここからずっと託したんや、これ。あ、いいなんですか。うん、これもずっと出すぎ向いていったんやけど、これなんや。はい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 、これ見ますか。うん、このバッキュームのこのホースが、はい、まあこっちからとかね、この円から出てこういう件からいいんやけど、はい、ここから持っていかないかになるけん、はい、個人的に嫌ないんや。でもそのうち社長やっぱ昔の人やから、はい、お前これ一番こっちに持ってったらお前笑われるぞって相当さっきも言われたけど、極力見せたいものを見せたい、はい、でこういう企画をなんかでもこう縛ってね、燃料ホースもこれ日産の純正のね、高いんだよ。あ、そうだ、めちゃめちゃ高いけどめちゃめちゃ強いんだよ。で、わざとにこう品番をね、はい、見えるようにして。あ、なるほど。そう、まあ、これを、まあ、この後ね、こっち側も全部変えるんやけど、あ、さっきの、うん、で、ね、ホースを直してその日産の強いやつ、はい、ちゃんとしてますよっていうのを、うんうんうん、しっかりしたいね。なるほど。ここのプレートなんかも変えたんやけど、はい、結構手直ししてるんですか。した。やった。それはやっぱ、まあ、うちらがみたいなのがね、やるのと、あ、まあ、個人でね、プライベートやるとは、それは差よ。これ、純正のチョーク。チョークワイヤー。はい、うん。だけど、これもプラーンとしとったけど、まあ、純正のこれ使って、隠す。なるほど。うん、ちょっとでも隠す。同調綺麗やろ。めっちゃ綺麗。ただあともう一つ付け加えて言ったら、これまだねキャブ調整 100% じゃないね。え、そうなの。うん、さっきも言ったけど回転が高くなりすぎる。はい、だからキャブ調整ってまあ、ニードル触っていって回転上げて上げて上げて、はい、でバタフライを閉じる方向にして下げて下げて下げて、うんうん、でまた上げて上げて上げて下げて下げて、でいいとこ持っていくよね、はい、なんやけど高いけん、サービスったらもうどん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 上がってくるよ。でも途中からもう結構取れになるっていう調整なんか。おー、でもとりあえず今1050回転で収まるところにしとんよ、あっとんよ。あ、なるほど。意見、本調じゃないよ。あ、そうなんですね。うん、これでも全然まだまだね。まだまだキャブがちょっとボロい。ああ今もうそれなりに合わせてあげるのがまあまあセオリーかなって。例えばね、その回転が上がりすぎるその不便な点、はい、エンジンブレーキ、はい、ただでさ言うこと聞かないようなブレーキなんやこいつら、はいはい、やっぱエンジンブレーキは極力、ね、使える領域は作った方がいい、うんうん、ただそういうのはある、はい、いやもうここも完成してるんです。そうやね、もうこれ以上多分調整するんやったらもう一回キャップ全部バラして、うん、もう本当にそのバタフライを、ね、売り寄るから、はい、それをもう変えてしまうとか、あんまり、もうそういうとこからもやっていかんかったら無理やね。で、ゆくゆくはヘッドの先ほどシートリングも全部やり替える頭があるらしくて、はい、でもその辺のことはもうじゃあ後でいいですと。とにかくこの吸気音が欲しいらしい。いや、わかる。すごくわかる。よっ。
忘れとったんやけど、このインマニはね、ウェーバー用やね。そうなんですよ。うん、まあ見てもらったら分かるけど、シャフトがここに届いてないやろ。あ、ですね。もともとこれをこれオーバーして、土台がないやろ、台が。土台がないね。この橋がここやった。で、この橋がまあこれを突き抜けとった。で、ように見てもらったら分かるけど、このリンクロッドの、これはダブル、ファンネルから見てきた。このウェーバーはファンネルから見たら右。あ、ですね。そう。だから、これがこう来たら、おかしなことになるよね、これ。そうですね。じゃあ、こんなの。うん。こうすればそれっくすよね。で、まあ、付け替えりゃ済む話かもしれんだけど、はい、うん、まあ。そういうとこでもちょっと違うんです、ね。そう。だけん、まあ、しょうがないよね、ここ。ここが足りないとか、はい、ここにね、このなんだ、あのプロボールがいないとか、もう仕方ないよね、はい、もう机にしかつかん、これは、はい、なんでか言ったら、このインマニは出口が L24 や、うんうん、入り口は44、45用、うんうん、で、あのインマニは出口が日八やから、あ、径が違う、うん、どうしようもない、日八のヘッドにしたら、はい、あっちがね、あっちが、そうそう、あっちの今にが、うん、そこはもうそれでもう蓋をしてしまうんが、うん、ね、あの別に競技するわけもなく、ただもう言ったらそれ走りたい、うん、ね、ガボガボ言わしたい、うん、ぐらいそれでいいんじゃないの、うん、オーナーさんの意向に沿って、そう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 、うん、極力やっぱお金をかけずに、うんうん、ね、家計簿とは何ぼでも注文したらええ、まあ、最高のもの求めたら何ぼでも、そう、何ぼでもよ、まあ、箱塚みたいにまたジェットも入ってた、いや、本当やらんすね、はい、うん、まあ、近々ベッドとか、まあ、いろんな傾斜もね、ちょこちょこ入ってくるからね、はい、うん、年代関係なく入ってくるから、はい、まあ、またこんな形でちょっと撮影をさせていただけたら、うん、はい、ですね、はい、ありがとうございます、はい、まあそんな感じで、はい、今回ははい、カボスカのご紹介でした、はい、今回もありがとうございました、ぜひともよろしくお願いします、それではバイバイ。